皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ということでね、今日ね、何を起こすのかというとボールっすね、ボール。うん、で、ほんともうこすりもなくて、もうほんと毎日プラキチやめるんで、マジで。はい、あの新しいものを作って出していきたいから。うん、でね、もう年末から今に至るまでで動画をね、この3ヶ月間ぐらいで俺プラキチをね90本近く上げてるんだよね。うん、で、ショートを入れると100本超えてます。うん。でも3ヶ月余りでショート込みで100本のプラキチを出してます。すごいよね。うん。でも次ね、なんだろう、ネタがつきましたね。はい。単なる回避レビューだったらできるんだけど、そんなもん、なんかあんまやりたくねえしさ。うん。まあそんな感じでね、そろそろマジで何回も言ってるけど、本当にプラキチ、毎日投稿やめるんでね。はい。で、そう、ボールを起こすんだけど、まあ、ボールって言ったらね、なんだろう。ビグザムにね、なんか、キャンディーみたいになんか溶かされてる。うん。蒸発要因だけど、うん。でね、思ったんだけどさ、ボール、これ作業用ポットじゃん、作業用ポット、もともとね。作業用ポットを、無理やりね、キャノンをつけて戦闘用にしたんですよ。うん。モビルスーツの数が足んないから。でね、やっぱね、これほんと、動く棺桶だぜ。なんだろう。ガンダムでこの前劇場版、久しぶりに、また全部見たんだけどさ、ほんと毎回シーン受けるんだけどさ、ザクに、ボールが蹴られて、吹っ飛ばされたボールがジムにぶつかって爆発するんじゃん。あれもう何回見ても笑っちゃうんだけどね、俺。ああ。で、このボール、ちなみにこのボールはキューキットね。キューキットボールなんだけど、このキューキットボールにちょっとオーバースケールなんだよね。うん。どういうことかっていうと、でかいの、ちょっと。でかめなんですよ。うん。俺の金玉よりもでかいんだよね。うん。で、HG のね、ボール持ってるんですよ、俺。うん。これね、持ってるんだけど、だこっちは、この、HG のボールが本来のサイズだと思う。俺、もともと昔からこのキューキットのボールがオーバースケールだってことはよく言われてたんだよね。フビータ氏とかでも。ちょっとデカめだよねって。うん。ガンダムと比較してもデカくない、ちょっと。こんなデカくないから、ボールって。これだとね、ザクに蹴っ飛ばされて吹っ飛べないですよ、こんなんじゃ。でかすぎる。うん。まあ、ジムと比較してもちょっとね、でかめなんだよ。うん。ちょっとでかいんだよ、こいつ。まあ、多分ね、これね、なんでこうなったかっていう、多分だけど、俺の勘だけど、キット出すときに、本当に正当なスケールにしちゃうと、値段をね、300円にできなかったんじゃない？かといって2個入りも無理だから、ちょっと無理やり大きめにして、あとはそのちっこいさ、250分の1かな。ちっこいボールもついてるんでね。うん。いろいろつけてなんとか300円にしたんだと思うけど、安くな、要は300円切れないから、強引に300円にするために、ちょっと大きめにしたのかなっていうのもある。うん。これね、ザクと比べてもまあこんなもんだよ。うん。ただ、本当はね、もっと小さいから。うん。で、HGUC がかなり正確な大きさというか、なってて。じゃ、見ようか。作ってないんだけど、これ、ちなみにボールツインセット。うん。チンポールツインセット。うん。2体入ってるから。なんか白はまだ乗ってないようなもの入ってるからね、これね。はい。でね、これ見てもらえばわかるんだけど、これキットの中身ね。うん。中のボール。ほら、この球体見て、球体パーツ。これ。全然違うでしょ、大きさが。はい。これほら。ほら。超ちっちゃくね、HD のボール。だからこんなもんなんだって。ザビに蹴っ飛ばされて吹っ飛ぶんだから。で、ジムにぶつかって爆発してんだから。うん。こんなもんなんだって、ほんとは。こんなもん。真横だからね、真横。こんなもんなのよ、ほんとのジムじゃねえや、ボール。うん。でかすぎんだって。
あの、キューピットのボールがオーバースケールなの。うん。値段の、値段調整のためにでかくなっちゃったんだよ、多分これ。うん、だって、あの、キューピットのボールにさ、これが1個だけ入ってたらさ、300円高ってなんない？かといって200円にはできないし、うん、だから苦肉の策だよね。なんとか大きくして300円に釣り上げたんだよ、これ。うん。でも、キューピットボール、クッションの出来だよね。すげえいい出来だよ、これ。で、これ、ほんと、これ、目玉の親父に見えるんだよね、これ。そっくりじゃない、これ。ね。で、ね、このツインボールセット。うん。チンポール、ツインセット。これ、2体入ってるんだけど、これね。なかなかいい成形色ですね。合わせ目なかったような気がするな、これ。合わせ目が多分ほとんどないのかな、これ。同じランナーが2枚入ってますよね。2枚ずつ入ってるんだ。2体セットだね。まあ、こんな感じなんですけど、ちゃんとこうクリアパーツだからね、これ。クリアパーツ。ボールつったこのね、物割りのところが大変だけど、これね、塗るのがね。うん。物割りって言うのかな、なんだろう。これ物割りっていうか、これね、これ恐ろしいよな、これ。ボールの設定、これ。俺今気づいたんだけど、見て。ここ。透けてパイロット見えてんだよ、これ。まあ、強化ガラスだからな、死んねえけど、これ怖くね？これ的だよ。ここ急所だよ、ここ、マジで。怖くね、これ。あの、これに乗ってる奴ら何なの？これに乗らされちゃった奴ら何なの？なんで乗らされてんの？こんなのに。よっぽど、なんだろう、パイロットとして、技量低かったのかね。本当に。こんなのに乗せられちゃうやつって。ジムの配備が間に合わなかったんですかね。いや、これ、一個とか二個の問題じゃねえから、これ。そういう問題じゃねえよ。悪いけど。そういう問題じゃねえから。うん。白はまだこっちタイプのボールに乗ってなんかね、アイナの乗ってた、アイナピンクパンティーの乗ってた、アイナパープルパンティーの乗ってた、なんかドブの足のついた、ザクとなんかいい勝負してましたけどね。いやー、これ2個つけたからいいでしょとか言われたのね、上官に。ボールなんか乗りたくねえよっていう、部下がいっぱいだから上官が、じゃあ日本にするからみたいな。いや、そういう問題じゃねえからって。そういう問題じゃねえよって。ジェネレーター出力なんだよ、これ。急速の半分以下じゃねえかよ、これ。いや、マジでこれ移動缶オケだよ、これ。もう今の時代だったら多分ね、年収200万のね、底辺労働者が乗らされそうっすね。うん。年収200万の底辺労働者。うん。まあ、そんな感じでね。乗りたくねえな、こんなもん。うん。いや、悲惨だよ、これ。せめてジムにしてくれよって。うん。これもう、なんだろう。老期に引っかかるよ、こんなの。うん、老期に引っかかる。うん。アムロなんてね、もうガンダムには乗らないって言ってるでしょって。ブライトとなんか喧嘩してるけど、じゃあお前ボール乗れよって。ボールに乗らされた人たちの気持ち考えろよって。多分年収200万ぐらいの底辺労働者みたいな人が乗らされてんだよ、俺。連邦の底辺労働者が。かわいそうに、ほんとに。はい、そんな感じでね。プラチでしたら、バイバーイ。